卓越ターゲット攻略講座。動画の視聴ありがとうございます。私、レックス認講師根本昌司と申します。ここでは私担当するこの卓越ターゲット攻略講座、こちらの講座について説明をしていこうと思います。こちらのコンセプトはここになります。出題されやすい論点、それについてアウトとインプットバランスよくやって効率よく記憶を定着させていこう。どういうことか具体的に説明します。まずそもそも勉強はしている、でもなかなか点が伸びないのは何だろうと。同じ時期に始めたあいつは合格レベルに行っている、自分が行かない、決して勉強時間が足りない、まあ確かにもうちょっとやれるかもしれないけど少なすぎるとは思わない、でもなんでこんなに差がついちゃうんだろうと、そういった不安を持ったことはないでしょうか。勉強はしているのになかなか基準点にいかない、そういった方は私の目から見ると大抵2つのうちどっちかの要素、どっちかの罠にかかっている可能性があります。この2つです。メリハリのない学習をしている、アウトプット偏重になっている。ちょっとこれを具体的に説明します。まずはメリハリのない学習です。学問ということは範囲ってめっちゃ広いんですよ。ですが全部が全部出るわけじゃないんです。受験に出るところっていうのはその中のいくつかのピンポイント部分なんですよ。にもかかわらずね、やはりこれ全部をやるべきだってことで全てに力を注いで学習をする、全ての力をこの学習範囲全てのところに注ぐ。そうするとここの力の入れ方とこの力の入れ方変わりません。また順々にやっていくから、こっちやっていってこういうふうにやっていきますから、多分このあたりもう忘れちゃうんですよ。出るところに時間をかけない、出ないところにも時間かけるから出るところ前にやって結構前になってしまう、よって忘れちゃう。出るところに時間かけないから理解がしづらい、また多くのことやるから忘れやすい。そこでです、この講座論点を絞りました。出やすい論点だけに絞って教材作成をしました。その出やすいというのは具体的には正答率が 40% 以上になるような論点、それだけに絞ってテキストを作成しています。正答率 40% そこに絞って受かるのかと調べてください。 40% を超える問題だけ解けばどんな年でも基準点プラス上乗せが余裕できます。で、実際この教材を使ってかつて全国1位も出ています。受かるためであれば絞って構わないんです。ということでまずこの講座ギュッと絞ります。出るところにターゲット絞った教材になっています。では次の陥りやすい罠に行きましょう。それがアウトプット偏重です。直前期というのは問題を解く、問題を解いていって点数を上げていく、するとこの問題を解いていく作業をこのままやっていけば点が上がるんじゃないかと誰もがそう思うんです。で、実際それで上がっていく人もいらっしゃるはいらっしゃるんです。ですが多くの人はこうなってしまうんです。問題だけ解いていくとね、こうなるんですよ。解いたところは取れる、それ以外は解けない、あ、これやってないや、あ、無理とかね、一番下ひねられると解けない。何かというとその問題についての丸×は分かるんです。
でもそれ以外が問われると手が出ない。またその問題だから丸バツわかるけど、文字を並び替えられたりとか表現を少し変えられるだけで間違える。で答え見ると、え、これ聞いたんだ。これがアウトプット学習の怖いとこなんです。一方です、こういった表、これを一個一個理解した上で問題を解く、ガラッと変わります。理解をする、その上で解く、そうすると理解が深まります。具体的に言うと、これは、株取締役議事録だろ、企業秘密が載ってるから基本見せたくない、だから許可が基本的にはいるんだよな。ただ、株主のところについては、他の監視する機関がいれば許可がいるけど、監視する機関がいなかったら許可がいらないんだよな。で今回は、あ、会社債権者か、債権者の方が基本的に許可はいるんだよな。よし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 、理解してから解くと理解が深まります。また次、使い分けができます。あれ、なんでこれ罰なんだ、あれ許可がいるんじゃないの、あ、しくじった、これ株主総会議事録だ、そっかそっか、これは基本的にこちらの方は許可がいるのは、こちら株主債権者は許可いらずに、親会社社員で許可がいるんだよな、そっちのパターンだ、あー、やられた。使い分けができるようになります。そしてこういう作業をしているからこそ記憶が定着していきます。こちらのコンセプト、アウトとイン、これを同時並行しよう。この同時並行することによって、こちら理解、記憶、その力を高めていこう。それがこの講座でやりたいことなんです。では具体的な施策をお見せしたいと思います。ポイント1、インプットアウトプットを一挙にできるテキスト。こちらのテキストは左と右のページ、見開きで一つの話で完結させています。左のページには丸バツ式の足別問題になっています。で右はそれに対応するまとめ図表になっています。そして右の、ね、図表の中にはところどころ左の問題番号が書いてあります。図表の中にね、ところどころに星1、星2、星3とついてます。例えば左のページの問題で3番を間違えたんであれば、右のページから星の3というのを探すんです。具体的に言うと、あれ、これ間違えた、どこの図表だろう、あ、こっちの知識か、こっちだったんだ、なるほどね。このようにパッと見で分かるような形になっています。はい、こういったテキスト形式、どんなメリットがあるかと、まずインとアウトが一体化している、一体化している、だからもうこれ何やればいいかなんて復習すぐ分かるんですよ。講義では基本的には右の表をメインにこう説明します。復習では左を解けばいいんです。そしてこの左が解けたかどうかがこちらの復習になるんですよ。理解できれば解けるし、できなきゃ解けないんですもん。どこまでやればいいというのが明確になります。はい。そしてこの講座、こだわったことがあります。それは学習の効率化です。具体的に言うと、左側の問題、これは善悪し、私が厳選して選んでます。過去問、やるべきものとそうじゃないものがあります。当連問題、ゆえこちらはまだ出てない、そしていつでもおかしくない論点もあれば、まあちょっとこれは細かいだろうというのもあります。そういったものについては私が全部選んで入れています。また改正部分については
できるだけ予想問題を入れるようにしています。はい、それによってどういうメリットがあるかというと、集中できるんです。あれやこれやと手出さなくていいんですよ。まあこれなんですが、受験経験ある程度長くなっていくと、いろんな教材が目の前にあります。そうすると一個一個にどうしても時間がかけられないんですよ。この講座を選んだ場合は、基本的にはこのアウトプットはこの一冊にまず集中してください。最後の最後にね、ちょっと過去問一周だけしてくれとかね、いう指示はします。でも基本的にはこの一冊に演習を集中させてください。そしてそれが可能です。学習の効率化、他にも仕掛けがあります。右のページの表、右のページです。右のページは基本的には表のものにしています。一般的に文章と表って言ったら、やっぱり表の方がパッと見やすいんですよ。見やすい方が学習効率的にできます。図表メインのテキストになってますので、パッと見もいいです。はい、具体的に言うと図表形式になっている、無駄を省いた学習ができます。これがこの図表形式にしている理由です。この効率化もこだわったんですが、もっとこだわったものがあります。それが記憶を定着させることです。一番こだわったと言ってもいいでしょう。そのためにどうしているかと言いますと、講義内で解きます。そしてその後私が説明します。具体的に言うと、第何ページ解いてみてください。左側のこちら抵当権の処分、1から6足やってください。用意スタート。はい、ストップ。じゃあ右のページを見てください。こんな感じで進めていきます。左で問題を解く、で丸バツが載っている、あーこれ間違えた、しまった、よし、じゃあちょっとしっかりこう聞くぞと。自分ができないところが分かる、今どこをやればいいかが明確になるんですね。普通にインプットを聞いている、自分ができている部分なのかそうじゃないか分からない、だから力を入れるべきなのかそうじゃないかは分からないんです。でも実際に演習してから聞くのであれば、それは明確に分かります。そして次、インとアウトが一体化している、これは記憶の定着化にすごく役立つんです。問題を解く、説明を聞く、復習でもう一回解く、3回当たれます。そして講義にもいろいろ仕掛けがあります。考え方や理由付けやイメージなど、とにかく記憶に残すような仕掛けを多く入れています。とにかく狙っているのは、印象深く皆さんの記憶させる、記憶に定着させる、これを狙っています。そしてポイント4、今年度この講座リニューアルをしています。具体的に言うと講義回数を増やしています。それにより多くの論点を説明できます。また幅広い受講生を対象にしました。従来は25問ぐらいの受講生を対象にしましたが、今回は20問程度取れていれば追いつけるような講座にしています。また講座の方は2科目同時並行で行います。基本的には民法不動産、これを土曜日に2講義やってきます。で、会社商業登記はこれとは別に1週間に1回ずつやってきます。もちろん民法不動産が終わったら他の科目こっちやりますよ、土曜日はね。で、注目さんこっちなのね。苦手な会社商業登記はもう8月の時点から週に
1講義ずつやってじっくりやってきます。会社商業登記8から12月までかけてじっくり攻略していく。苦手にしているからこそ時間をかけてやってきます。次、テキスト中規模な改定を行っています。具体的には問題試写、こちら追加してます。また厳選もしてます。もうこれはこの論点はいいだろうとかいうのは外してます。またいろんな図イメージしやすいような仕掛けを多く入れています。これが私が担当する卓一ターゲット攻略講座になります。まあいろんなことを言いましたが、もう一回講義を聞いてみてください。こちらね、1回分でもいいし1時間でもいい30分でもいい、聞いてみてもらって自分に合うのか合わないか、どんだけ復習がかかりそうか、ぜひそれを試してみてください。こちらの方お試しウェブ受講ぜひご利用ください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。